もしもーし。もしもし。あ、どうも、NHK の富山本小川でございますが。はい。はい、お世話になります。お世話になります。それで、ちょっとのご相談いただきまして、はい、今、電話していただいたんですが。はい、ありがとうございます。はい。はい。どういったことを言えるあれでしょうか。はい。はい、YouTube の方は見ていただけましたか。YouTube、一応ですね、一部だけ、先ほどの話が終わった後にちょっと見たんですけど、はい。はい。はい、電磁波過敏症とか、化学物質過敏症とか、はい、低周波症候群にあっていて、はい、それらは、一応化学物質過敏症の方は病名登録されているので、はい、まあ、市役所の方も対応はしてくれるところはしてくれるんでしょうけども、はい、ただその世界的にはまあ認知されてはいても、日本では全然無視されてるその電磁波過敏症とか、低周波症候群の場合は、はい、医者に見てもらいたくても医者がいなくて、はい、診断書も書けないし、はい、それで、まあ、生活保護も受けたくてもそういうわけで何の証明も取れないために受けられないっていう状況なんですけど、その過敏症を起こしている人たちの生活はもう生活がもう一般の生活ができない分すごいお金がかかっちゃうんですよね。で、治療法もやはり栄養を摂取する必要があって、サプリメント代とかも結構かかっちゃったりするんですけど、まあ、そういったところで何の支援も行政からもらえない状況でみんな苦しんでるんですよね。で、そこで、私の方もここに引っ越す前の時に、はい、もうどうしようもない状況で、携帯電話からもう電波も全然届かないところからだったんですけど、はい、ギリギリの状態で電話したら、そこに住民票がなかったんで何もできませんっていうことで電話切られちゃったんですよね、市役所の方から。で、そういったことがあったので、もうみんな市役所の方からこう蹴られてばっかりいるんで絶望的になっちゃってる部分がいっぱいあるんですけど、ここを打破できる何か手立てがあるのかなというのはちょっとお聞きしたいです。まずですね、久保さんの状況は分かんないんですが、ただ言っていることは、もしお金がですね、はい、ない状態で、久保さんは今、家は持ち家ですか。家、賃貸です。賃貸ですか、うん、そうですか。そうすると、一応ですね、そのお金がもしな最低生活費なんですけど、それよりも低ければ、生活保護っていうのは住民票がなくても受けれるんですよ。はい、で、別に病気があるとか健康とか関係ないと受けれるんですね。お金がなければ。はい。はい、それもなんですよ。はい、それでも、まず申請するのに、申請したら今度なんか、はい、なんか医療控除みたいなのも、はい、含まれてると思う。いやいや、医療控除とかではないんですけど、ただ要は申請すると当然その人が本当にお金がないかどうかの調査をするんですね。はい、はい、それとあと親族の方に援助できますかっていうのを全部、手紙で送ったりとかします。はい、そういうことして、この方お金がなくて難しいですねとなると生活とかは適用になります。はい、じゃあその場合もう一つ問題があって、はい、低周波症候群なんかは特にそうなんですけども、はい、家族の誰か一人だけが発症してしまって家族が全くその理解が得られなくて、はい、そうすると生活保護ってなるとその家族の方に、貯金とかがあると、まあ、いやそれは関係ない。家族の貯金は関係ない。でも私は問い合わせた時に家族の貯金があるんだったらダメですって言われましたよ。ごめん、ここは一人暮らしですか。はい、一緒に暮らしてるとね、その一緒に暮らしてる方の貯金があるとダメなんですよ。ただ一人で暮らしてる場合は世帯が別です。で、これ住民票関係ないですよ。よく住民票って世帯別にダメですからね。当然住民票関係なく一人で暮らしてる、はい、世帯が別で一人世帯であれば、その他の人の貯金が直接関係なくて、まあ、場合によってはそのサーバーについてもお金出してくれてやるケースはゼロとは言いませんけど、普通はそれはやりませんね。じゃあ市役所の方に申請すれば
それは別に。だから、市役所言われたら、だから、N 国党の方にね、行ったらなんかね、要するに、自分の身内に貯金があるとかないとかっていう、あるとかね、受けれないとか、はい、そういったことはないですよと。で、そもそも病気がどうとかいう理由も関係ないしって言われたら言われましたと。だから、子供が貯金とかあったりとかね、お金があればそのお金で生活してくださいって考えられてますよね。はい。全くないですし、収入が得られない状態なんですよね。今どうやって生活は、お金はどうしてますか？YouTube 上のから支援いただいたりとか、支援者から支援いただいてます。はい、ああ、なるほど。ああ、月いくらですか？助けなければいい。月？助けなければ、いくらぐらい生活になりますか？軽く15万は超えてしまうんですよね。多分ね、桐生市ってちょっと分かんないんですけど、おそらく家賃が高い人を引っ越しなさいっていうのがあって、はい、最低では基準があるんですよ。おそらく桐生市がちょっといくらか分かんないんですけど、大体その生活部分は7、8万なんですね。で、7万いくらかな、7万弱かな。で、実際に家賃が貸されて、その代わり、普通の健康保険適用の医療であれば、半分になってくるんですね。診療内科のものであれば、重症医療を使って、お金がかからないということになってます。ですね、今うちの家賃は5万円なんですよ。桐生市の家賃基準のことがあるんですけど、5万円だとおそらく引っ越してくださいと言われるのが高いんですね。で、ただ引っ越したの転居費用とか、引っ越しで出るんです。基本的にはない。ただでも、それってご病気の場合ですから、あとは医師処方の判断とかで、引っ越しが難しいとかになれば、検討になるんですけど、通常は引っ越しという形になってきます。そうですよね。もう引っ越しすごい繰り返してて、引っ越し費用がバカにならないんですよね。で、なんで今回は、決まった場合は、転居費用、役所の指導で引っ越すので、役所の方で転居費用と、引っ越しであるとします。ただ、リフォームなんかはやってないんで、そこだけは注意してほしいです。その家賃、じゃあ10万円とかだったらどうなるんですか？10万円ってないですか？家賃が10万円だったら。家賃10万円だと絶対もう、もちろん転居指導ですか？で、5万円でも転居指導なんですか？僕ね、桐生市の基準が分かんないんですよ。こっちの、例えばですね、東京の家なんかは5万3700円で OK なんですよ。だけど、桐生市は東京と違って、東京よりも奥になるんで、もっと低いと思うんですよ、4万とか。だからそこはちょっと切るし行かないと分かんないですね。関心やすい場合は。そこは自治体によって違うんですね。要は金がね、都市部は高くて、田舎に行けば行くほど高くなるんですよ。と、いうふうに考えると一番分かりやすいかと思います。そうですか。ただ、停止保証候補に当てる人は、引っ越しを転々とするような生活をずっと続けることになっちゃうんですよ。あんまり引っ越しが多いと、ちょっとこれも一概にはいないんですけど、この方は居宅生活が難しいということで、どこか施設とかに入るケースもあるんですよ。ただ、これはちょっと一概に言えないんですよ。ここが先のことなんで、買っちゃうと言えないんで、ただ、そういうケースもあるよということです。そうですよね。全然それはもう分かっていることで、自分も施設の方に行こうとしたことがあるんですけど、ただ施設だと今度ブレーカーが上がっちゃってるので、行っちゃうともう大変なことになるんで。だからアパートは適用になっちゃうことが多いんですね。はい、アパート要するに施設会社さ、施設会社なんでアパートは適用することになっちゃって、解約して。はい。それなので一軒家に住んでるんですけど。アパート借りてるんですか？アパートじゃないです。ここはちゃんとした庭付きの一軒家です。あ、庭付き一軒家を借りてるんですか？はい。あ、なるほど。それで家賃5万なんですか？はい。なるほどね。すみません。なんか一軒家ってなんかもっと高いイメージだったんで。そうですね。あ、そうですか。だから、それで引っ越しなさいっていうのになってくるので、はい。そこですかね。それも話は向こうでするとは思うんですけど、とにかくその、病気でもちろん、病気でも別に受けれますし、健康でも受けれるんですけど、要はお金があるかないか。はい、はい、でも結局は転居しなさいってことになる と, なるとそのまた、その先がないとか。いやだから転居先を探して、で転居費用資金で金なんか基本的に出ますので、お金がね、はい、それで介護交換代とか出ませんけど、そういう仕
資金で金利と手数料とかってますので、まあ、上限ありますよね、はい、そこに基準額以下の部屋賃のアパートに引っ越すと、まあ、もちろん一軒家でもいいですよ、一軒家でも、あるいは賃貸のね、そうなるとないんですよ、その基準値の額の、その。だからそこはちょっと探していくしかないんですけど、だからないんですよ、探しまくって。うん、あ、いいですよ、ごめんなさい、まず基準額がわからないんで。でも基準額聞いたら低いじゃないですか。だって東京だって5万3000円でしょ。そんなところ集合住宅しかないから、過貧症者の人生きていけないんです。うん、だからそれはもう、私はもう気流した方で、ちょっと家賃の基準額はあるので、そこは向こうに確認してあるんです。気流した方で、家賃。それは分かってます。ただ、うん、今おっしゃってた通りに都内と、まあ、田舎の方ではその基準額が、はい、どうしても低くなるじゃないですか、田舎の方になると、はい、でそっちにね、その額しか出せませんよみたいなことになるかもしれないんですけど、はい、うん、生きてくる場所がないんですよ、そもそも。だから、うん、まあ桐生市でもし物件がなければ、桐生市じゃない市の方で私ももうそういうふうにしてきて、県外にいくつも転々としてきてるんです。だから別に市外でもダメってことはないんですよ、ね、よく市内市外ダメっていう役所いるんですけど、それで嘘です。あ、じゃ あのそこに住民票があって違うところに移るっていう時でも、いや、そもそも住民票関係ないんですよ、定額保護は。でもだから定額保護、住民票も一緒にしておいた方が、例えばいろんな福祉サービス何か受けれる場合に一緒の方がね、何かと便利だと。だから定額を受けることだけ考えれば、住民票と住んでとか違っていても問題はない。はい、ただ蹴られること多くて、そもそもその行けないんですよ、その市役所にね。うん、まあ、そこはそうすると、なんだろう、入院とかでは病院には連絡はしますけど、基本的には行ってもらう、やっぱ診断それで行くか、最悪は郵送というものがありますけど、書類もらってね。郵送の方法、うん。ただ、あんまり郵送での例がないので、桐生市はちょっと慣れてるかちょっと心配なんですけど。桐生市、基本的に仕事してくれなくて。そうですよね。僕もそんな聞いてる、そんな気がするんですよ。だから、行くのが一番いいなという気がするので、まあ、伝えると思うんですけどね、僕も話聞いたかったんですけど。それはそういうことでいるんですよ、大変なんですよ、なかなかね。そうですか、それ。誰かの心配することもできますし、負担なんで、そういうことになりますんだから。はい。ちなみに一般的に市役所の方で、その課っていうのは何かっていうような形になる、ね、名前はいろいろあるんですけど、はい、まあ、生活保護をやってる人なんで、まあ、例えば生活支援課とか、生活保護課とか、まあ、社会援護課とか、ちょっと名前はね、切る人に聞いてみてください。そうですね、生活保護の担当部署って言えば出ますので、で、たぶん、国語さんも経験あるわけですけど、結構あの人たち言葉遣いが悪いんで、はい、くれぐれも気にしないからね。で、あんまり言うようであれば、私は N 国と相談したぐらいでいいですから。そうですか。それで、要するに自分一人じゃないんだよって見てると、少し態度変えていこうって。そうですね、わかりました。で、それで電話、まあ、N 国と相談していただければですね、ちょっと考えてますので、まあ、なかなか国保さんや小保さんのお考えもあるので、我々は国保さんの考えを尊重していたしますので、はい、ただ、別になんていうか、持ち家、だから持ち家をどんどん教えるみたいな、あとは、ね、買い取りで、問題ないのですが、少しの指導が5万6万入るんじゃないかと思います。生活保護でのその、じゃあ、引っ越し支援金をいただくということだけでも可能だということなんですか。引っ越し支援金というので毎月生活費も使ってますよ。ああ、そうなんですか。でただ気をつけてほしいのは、今のうちもお伝えしておりますけど、はい、お金が入ったら公費から差し引かれますので、そこを注意してください。はい、
収入はでもどう証明すればいいんですか。収入の証明は、まあ、どういう収入かによります。普通はお仕事したら給料明細だとか、給料明細コピーをね、出すとか、であとはお金の通帳の写真とか、そういったことが一般的です。うん、うん。なるほど。うん、一般的な話ですね。じゃあ自分の口座の通帳を見せればいいってことですね。これ入りましたって言ったりとかね。あ、なるほど。もう支援者からいただいているお金を収入というふうに見なされることはないんですか。見なされます。それに見なされると思います。あ、そうなんですか。はいはいはい。だからそこ、それがあるんでね、なんか癖がある方とかの時、悩んでるケースがあるんですよ。どっちにしようかなっていうふうに、ね。そうですか、なかなか、うん。まあ、いきなり性質とかあれを理解するのは大変だと思うので、ここで僕たちに伝えたいと思うんですけど、気持ち上げて、はい、僕はまあ、ほら、中がお話くらいで聞いてるから、まあね、こうやって、ペラペラ喋ってますけど、たぶん、まあ、最初の方からすると、誤解したこともあったりもしちゃうので、可能な限りごめんないで、僕はいろいろ伝えてますけど、一方で、あまりいっぱい言うと、なんだかこう聞いてて、いろいろ、ね、頭の方が混乱される方もいらっしゃるんでね、まあ、それがないと、当然いろんなこと言われるわ、そう。なので、まあ、でも、まあ、でも、そこはまあ、ですね、まあ、その、いろんな、だからね、電話とかの経験が終わりになってるんで、今はまだ全然安心なんですけど、そうですね。ね、本当に、なかなかもう、わかんないか、わからないよって方もいらっしゃるんで、それはわかりますよ、だって、ね、いきなり、初めてになる経験ですから、その人当然聞いたって、それどういうことなんだろうというふうに思ってしまう方も多い。あるいは先入観もあるというので、ね、うん、こういう場合は、年齢が若かったら受けられないんだと思っちゃったりとかね、うんうん、あと健康だとダメだとかね、そういう先入観の方もいらっしゃるんで、非常に。うん、結構だから口が悪いからね、どういうのなんか、ね、萎縮しちゃう人もいるんですよね、やっぱり。うん、全然何の力もないんですよね、きっとやらない。なんか言われても歯向かっていく方なんで、そこは大丈夫ですけども、うん、ただその行政側 のちゃんとしたその、うん、なんていうんですか、決まり事っていう部分が全然分からなかったので、うん、まあ、今回お聞きできて、それは、はい、よかったです。全部に行ってみて、最後は90年の僕が話させていただいて、はい、で、ちょっと理解する嫌な世界だって言ってたら、ちょっとこの辺バタ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 、だから今日連絡を残れちゃったんですけど、うん、ってことはですね、簡単に言いますね、この理解ないと時間ある時であれば別に何ですか、昼間っていうんですかね、電話させていただいて、で、やるとか、まあ、もちろん夜はまあね、夜は時間でいいんですけど、中には夜は寝ちゃってるって方がいらっしゃるんで、はい、だからまあいろんな人によって夜起きて寝てて、昼間、夜起きてて、昼間 寝ちゃってる人もいるし、まあ、そこはいろんな方がいらっしゃるんで、まあ、はいとしか言わないんですけどね。あ、ちなみに小川さんの大体いつも都合のいい時間帯というのは何時から何時か。いや、分かんないんです、今は、ね。分かんないんです。いや、そしてね、9時半から夜でも、まあ、夜でも、まあ、5時ですけどね、はい、行って、まあ、質問とか作ったりとかして、まあ、だから、最後電話できるんですけど、そうすると、役所から来たりもするんで、そういうのは、やっぱり、またすぐは、ちょっと行かないですか、さすがに、役所、私の人間なんで、それはね、あんまり、行って、1時間とかするのは、さすがに、ちょっと、届いてやばいと思うんで、だから、そういう時はちょっと、行きたかったら、まだちょっとまずいので、うん、僕は向こうで、まあね、まあ、いろんな人いますけど、まあ、一応、ちゃんとやってる人もいるので、うん、だっていうのは、おかしいというのが、よくは僕も存じてますけどね、うん、ちょっと何なんだ、あの行政は対応はってね、それは分かりますよ、先ほどおっしゃったことはね、うん、僕もそういう意味に、一応、他の方とかに同行した時とかに、ひどいことに押されたことがあったので、はい、で僕もちょっと、その時、ちょっとまだちょっと、正直怒っちゃったんですね、うん。で、ただでもね、怒っちゃうと、警備員とかちょっと面倒くさいんですよね。うん、なんかその警察法人とかいるんで、だからこっちは悪いんですよ、うんうん、あれはちょっと
っと頭にくるんだけど、まあ、でもそうですね、そういう時代になっちゃってますので、うん、だから最近気をつけてるんですね、はい、そうなんですね。結局あの譲らず言葉丁寧に親しい、まあ、粘り強くという感じですね、はい、そうですね。まあこれは辛いですよね、うん、正直気持ち悪いけど、いや、すごい辛いです。ね、僕的な。だってね、相手があの、あれ、なんでなんだって気持ちになっちゃうんですね。だけど、でもそれなんですよ。でもね、やっぱ結局、大声とかだったら歌っちゃうと、そっちの方がやっぱ悪者になっちゃうっていうのがあるので、はい。だからね、これまあ、しょうがない。なんか最近、まあ、僕はもうそれでも、そっち49なんで、だから、まあ、そういう風になってもしょうがない。これ、若い人だったら無理でしょう、絶対ね。うん、多分ね。うん。と思うんですよ。だからやっぱ多少年齢が変えて、もういい、あんなのか割り切って、まあ、よく毎日、あんまりいい方はわかんないけど、割り切って、うん、ああ、こういった人はしょうがないと思って、うん、はい。そういう感じで、まあ、結局僕はね、いろんな、いろんなことで、僕は、どんな人だと。ただね、怒っていいけど、どうなると思うんですよ、とりあえず。怒れないんですよ、なんと。うんうん、僕の、まあ、あの経験上はね、僕は勝手に落ち着いて言いませんけどね。はい。そうですね。あの、まあ、この問題ちょっといろいろ深いところがあって、うん、あのそのやっぱり周りの人が全然理解できてない病状だったりするので、そう思いますよ。だって僕の教授にこの病気で説明したときは説明できませんから。だから逆に言えば、確かに他の人は余計ね、何なんですかっていう話になって、まあ、ってる実際まで言えば、あのそうですね、そこからまだ説明しなければならないっていうその大変さとかがあったりとかするんでね。ね、あのね、わかんないで説明するって大変ですからね。はい。それでね、なんとかその認知度も広めたいっていうのがやっぱり思いがありまして。そうだよね。僕も正確に認知度を広めようと思って、まあ、動画とかやったんですけど、うん、まあ微妙、まだまだ感じがするんですけどね。だけど、まあでもあっても、だって今ほらその、ね、この国において例えば生活保護でこういうほらコロナになってもね、なんか生活保護のことは全然やらないでくださいって、うん、であとなんか生活困窮者なんて変な制度だけ出して、まあ、変度やないけどね、うん、だって貸し付け制度なんだよ。だって貸し付けってことは後で返すんだから困っちゃうじゃないですか。そうですね、うん、だから普通に生活保護言えばいいのにと思うんだけど、まあ、生活保護もいろいろ制約ありますけど、言えばいいのと思うんだけど、なんかあんま言わないんですよ。そうですね。だから、まあ、何のことか分かんないですよ、大抵って。まあ、まあ、それをちょっとね、言ってもしょうがないんで、まあ、しょうがないって言わないで、声を上げますけど、だから我々の方で一応そういう、あの、そういう受付でもやっていこうということでね、あの、後ろの通りをね、やってますんで、で、別に後ろの通りは別に、あのどっかの通りに、あの、赤旗が変えたりはいませんでした。うん、あとなんか NHK さんからね、私やはりあの訪問された時にですけど、うんうん、まあ、その電磁波、はい、過敏症のためにね、うん、やっぱり通信できない状態なんで、うん、まあ、それはあのやはり遠ざかっていきましたけれど、うんうん、まあ、でもそういうタブレットを持ってきて、あの、うん、通知し費用をなんか請求してきたので、それはもうね、逆にこっちに害を与えてくれてるんですけど、だからあるんですよ。だからなんかもうね、なんていうのかな、もう正直言っても、要は自分は部合欲しいだけなんで、別に、要は契約取って、部合が欲しいんですよ。それだけの人たちなんで、うん、だからなんか、それ以上のそれ以下でもないと思って言ってますから。じゃないですか、はっきり申し上げて。そうそんなにですよ。お金稼ぎする。そうですね。まあ、うちはかなり残念な方だと。全然その相手のが何も考えてないと思った方がいいですよ。ひどいっすね。ひどいですよ、はい、こっちは、実害受けてるんで、それで。そうなんです、おっしゃる通り。だからみんな、なんかね、小久保さんも実害受けてるでしょう、他にも実害受けてる人いっぱいいるんですよ。特に女性の方とかね、そういうご病気の方とか、まあ、あとは気が弱い人とか、そうですね。だから一言で言えば、もう僕は最低だと思ってます。だって最低にしろとは言わないほどいじめって、ね。本当ですね。思いますよ。まあ、まあ、いろんな人が中にいろんな人いるけど、僕は単純に弱いほどいじめていけないなと思ってますから、ね。
それは同感です。うん、ただ、まあ、悩むという人ね、まあ、助ける範囲では助けますけど、まあ、でも、人間に僕らって神様じゃないから、やっぱり自分のためのときはダメになるためにもあるでしょうし、だからそれは、まあ、できる自分のできる範囲で性別を通してるっていうのは、大事かな、正直言ってね。はい。ただ、せっかくその知ってる知識をね、皆さんにお伝えしたいと思います。ありがとうございます。それが自分の、まあ、自分まあ、使命って大げさですけどね。まあ、そういうふうにしていこうかなと。うん。だからみんな、高専生普通には頑張ってもらって、やって僕も協力してるんですね。うん。だってそういう意味ではね、なんていうのかな、なんかほら、まあ、いろんな皆さん、事情は、NHK も事情は知らないけど、ね、やっぱり、まあ、一度に迷惑かけようないとよくないと思いますよ、僕は。基本的に、どんな事情なんで。うん。そう。だからやっぱりね、あのやっぱり人してくださるというのは、いつですからね。うん。すごい。じゃあまたなんかお電話させていただきたいときは、また公立センターの方に一歩入れて。僕でもいいですし、全然この携帯の番号ですから。はい、あただ、僕たちは、なので、ちょっと出てて、はい、出てたんだけど、海に出てて、ちょっと解放、解放って説明会が出てて、出ないときは、すぐに折り返します、はい。そうですか。はいはい、ちょっとごめんなさい、私の方がね、ナンバーディスプレイじゃなくて、口頭で教えていただきたいんですけど、番号を。ああ、どこでやるんですか。わかります。なんか、お忙しそうなので、まあ、これくらいの時間帯だったら、なんか出れそうな感じも見受けられるんで。そうですか。まあ、ちょっと、一概に言えないですよね。だけど、まあ、今日はたまたまこの時間、6時ですけど、まあ、発見者でしてます。はい。あ、そうですか。でも私の方がですね、いつも電話線抜いてしまってる状態なので、ああ、そうなんですね。そう。なので、大体、もし電話して出られないようでしたら、はいはい、翌日も同じぐらいの時間帯に、電話線つなげておこうかなと思います。あ、そうですよ。で、まあ、ただ電話して、なんとか、留守電営業はここに何人か出て、じゃあ僕は、そんなにかけれないんですね。そうですね。ちょっと、そこはちょっと、かけずはちょっと、まあ、ほら、本当に、未来の話なんで、まあ、極力は、なんと、しますけど、ちょうど今のこの時期は注文とバルトリーで運動してるのは、そうなんですね。次元を腕もバルトリーしたんですよ。あの、人は向けでもね、そんなまあ全然大事ない、かけないと思うことはまずありえないですよ。うん、わかりました。ありがとうございます。一応でも、私の方は桐生市の方に問い合わせてみて、はいはい、教えていただいたことをでちょっと伝えて、はいはいはい、でまた情報、状況の方をご報告させていただけたらなと思います。はい、わかりました。はい。はい。はいはい、あと、こちら、お話しさせていただいた情報は、多分皆さんにとってもすごい有益な情報になると思うので、はいはい、私の口からでもいいんですけど、こうしたお話をしてるところを、動画に撮ってそれをアップするっていうのは大丈夫ですか？動画にアップする？あ、こう、私がスピーカーフォンでこう、小川さんとお話ししてるのをビデオに撮っておいて、で、そのお話。別にダメなことはな、別に、それでいいと思うんですかね。あ、大丈夫ですか？まあなんか、有益な情報、個人情報言ってると怖いんで、あそこはよ切ります。僕がほら、ただ内田さんの話はいいんですけど、はい、ついては電話なんで、他人の個人情報言ってるとそれが出ちゃって後で何かになることって、それだけが怖いんですよ。あ、大丈夫、その辺をわきまえてやってます。そこは怖いですよ、はいはい、そしたら、ね、こういう有益な情報をね、また、はいはい、他の方にも伝えたいです。協議をしたいと思います。そうですよね。ありがとうございます。また後で、ぜひ私の方の、はい、状況もまたお話しさせてください。はい。すみません、お忙しい中、どうもありがとうございます。はい。